はい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 、もう乾杯ですわ。マジで本当に相手の先発ピッチャーね、吉村投手に対して正直何もできひんかった感じはあるし、本当にプロ初完封ですか、やられすぎよてな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後に見ててください、よろしくお願いします。はい、今日はですね、先ほどありましたジャイアンツ対、スワローズのですね、試合解説の方をやっていきたいなと思っております。はい、まあ今日ね、負けてしまったというところ、まあ2連敗をしてしまったというところで、まあ非常に悔しいですけども、まあ阿部監督もおっしゃってましたけども、まあもう焦っても仕方ないというところはまあ確かにあるんでね、まああんまり僕は言いたくないんですけど、まあね、やっぱりこう、まあ完封されてるんでね、まあやっぱり何もできなかったっていうのはもちろんはもう皆さんも分かってると思うんですけど、やはりね、やっぱりまあ何回かはやっぱチャンスあるわけですよ、完封されるとはいえね、絶対チャンスっていうのはあって、そこでね、やっぱりこう入れられなかったというかね、そこを攻め立てられなかったっていうところは、まあ、範囲なのかなと思います。まあ、そこを詳しくね、お話ししていきたいとは思っております。はい、じゃあですね、今日はですね、動画の構成としてはですね、得点シーン振り返っていきまして、その後にスタメンの変更点見ていきまして、で、最後にね、なんで今日初完封されたのみたいなところをね、できるだけ分かりやすくね、面白く、詳しく伝えていきたいと思います。はい、じゃあですね、まず得点シーンを振り返っていきたいと思います。僕の胸あたりですね、画像を出しながら、ちょっと見ていきたいなというふうに思ってます。はい、まず今日の試合の結果なんですけど、まあ3対0というところで、負けてしまいました。はい、非常に悔しい、敗戦になってますと。まあ、まあ広島は今日負けてるんかなっていうところがあって、まだまあそう耐えてはいるんですけど、うん。でもまあね、やっぱり、広島が負けた時にやっぱ勝たないといけないというのはあるので、まあ非常に、まあ難しいところであるんですけども、うん。まあ、まあ、吉村投手を打ち崩せなかったっていうところですね。それにつけると思います。はい。で、4回表、まずね、ノーアウト一塁からオスナ選手にホームラン。これも痛かったっすね。これが痛かったっすね、正直ね。あとで、ちょっと配球チャート見ながら、見ていきたいと思うんですけど。まあ、ちょっとね、まあ、グリフィンも攻められない、正直。あんまり、めちゃくちゃ悪いかって言ったらそうでもなかったんで、まあ、ホームラン、このホームランの、まあ、チェンジアップかな、なんかこう、反速球だと思うんですけど、まあ、それを打たれたというのも、まあ、ど真ん中付近に行って、まあ、ど真ん中やや内ぐらいに行ってね、まあ、ホームランというところで、まあ、いわゆる、まあ、引っかかったっていう表現をよくするんですけど、まあ、非常にまあ、ちょっと抜かれてるんですけど、抜かれてるがゆえに、非常にバットのヘッドが走るみたいなところってあるんで、非常にまあうまく打たれたっちゃ打たれたですけども、まあこのカウントからね、ワンワンというカウントから果たしてそこに投げるべきだったのかなとも思いました。はい。で、8回表ですね、この2アウト1、2塁から中村選手にこれレフト前ヒット打たれて、まあダメ押しという形になるんですけど、まあね、前進守備してるんですよ。もうあと1点取られたらもうやばいからっていう風に、まあ前進守備してたんですけど、まあ中村選手のあたりが、まあ予想以上にね、打球が遅かったっていうのがあるんで、まあそれがね、まあヤクルトからしたらラッキーで、まあホームセーフになってというところで、まあ、まあ3対0というところでジャイアンツ今日負けてしまいましたというところです。はい、じゃあですね、ここからですね、スタメンの変更で見ていきたいんで、僕の胸じゃないわ、顔あたりにですね、画像を出しながら、ちょっと見ていきたいなというふうに思ってます。はい、ですね、じゃあ、ホーム側のジャイアンツから見ていきたいんですけど、ジャイアンツは変更点はなくてですね、昨日、投げてた山崎伊織投手から、まあ、グリフィンに、移っただけでですね、あとは野手の方はですね、変更点はないという形になってます。まあ、やっぱり、まあ、2連敗は絶対避けたいですし、避けたいですし、まあ、やはりグリフィンもなんかその、京セラドームの、マウンドが硬くて投げやすいみたいなこともコメントで、言ってたんで、まあ、そういったところで、まあ、期待は、持てるのかなというふうに思ってました。はい。で、対するスワローズですけども、スワローズもあんまり今日は変更点なくてですね、昨日、センターで2番で入ってた岩田選手が今日8番に入っておりまして、沢井選手がね、8番でライトで出てたんですけども、今日はね、松田選手が2番で出てるというところで、まあ、松田選手は、まあ、左、ピッチャーの時はね、まあ、スタメンに出ることが多いというところで、まあ、ピッチャーはヤフーレから今日吉村投手というところで、なかなか吉村投手も、ジャイアンツはね、まあ、通算成績で言ったらなかなか打てないというのがあるんで、まあ、非常に、まあ、
この間打てたんかなっていうところありますけど、まあ、すごく難しいピッチャー、多彩な球種あったりとか、どのカウントでもストライク取れたりとかいう、結構器用なピッチャーではあるんで、まあ、そこで、まあ、どういう風に狙い球を絞って、どういう風に打っていくかっていうところを、まあ、注目してね、おりました。はい、です。じゃあですね、ここからですね、僕はキーなところであったりとか、あ、ここポイントでしたみたいなところ、オスナにこの、球はダメでしたねとか、そういったところも、ちょっとお話していきたいと思うんで、ここから見てください。ここから見てくださいよ。お願いします。はい、ですね、まあ、その、3回まで、まあ、ゼロ更新がついたわけですけど、まあ、非常にジャイアンツに関しても、まあ、ヒットというところは出てたんですね。ヒットというところは出てたんですけど、まあ、連打はなかったっていうところですね、今日ね。はい、で、1回表なんですけど、まあ、ワンアウトから増田選手ね、今日スタメンに出てた増田選手に、まあ、レフト前ヒット打たれて、まあ、村上選手サードフライ、サンタナにもまたライト前ヒット打たれて、ちょっとやばいなっていう感じ、初回にいきなり2アウト1、2塁作られたんですよ。で、オスナ結局これ、セカンドライナーだったんですけど、これ吉川選手がね、めちゃくちゃ二遊間寄りにポジションを取ってたんですね。普通で言ったら 100% センター前なんですけど、まあそこにポジショニングを持ってたんで、取ってたんで、まあ、ライナーを取れたっていうところで、まあ非常に、ナイス判断だったと思いますし、こういう吉川選手の、まあ普通に走って取りに行く守備範囲もそうですけど、こういうポジショニングみたいなところも、素晴らしいところなんで、まあこれは見えない、ファインプレーというか、まあそのベンチから指示が出たのか、吉川選手のね、単独で動いてるのかはちょっとわからないですけど、これ非常にね、ナイス判断だったなと思います。はい。で、次、一回裏なんですけど、まあ、ジャイアンツ先ほど言ったように、ヒット結構出てましたっていう風な、いいこと言いましたけども、まあ、先頭の丸さんがこれ、センター前に出てるんですね。うん。で、まあ、結局この回点入らないんですけど、今日で言ったら、まあ、丸さんが非常に、まあ、一番、当たってるなというか、状態いいなっていう感じがあったんで、丸さんにどういう風に繋いでいくかっていうところが、まあ、その、非常に大事なところではあったんですけども、まあ非常に吉村投手もね、後で言いますけども、非常にうまいね、緩急の付け方をしたりとかね、いうのがありまして、まあ得点奪えなかったっていうところですよね。はい。で、まあ2回表も、まあ先頭の中村選手をセンター前ヒットで出すんですけど、まあここはね、後続しっかり打ち取って、まあ大丈夫というところ。で、ここですよね、4回表ちょっと点取られた回なんで見ていきたいと思うんですけど、まず先頭のサンタナ選手にセンター前ヒット打たれるんですよ。で、まあ、結構早い打球で、まあ、左中間寄りに行ったんですけど、まあ、塁審のね、二塁審の方に、ちょっと打球がパーンって当たって、まあ、ワンヒットで収まったんですよね。これもし、当たってなかったら、ワンチャン二塁打になってた可能性もなくはなかったんで、非常にジャイアンツとしてはラッキーだったんちゃうかなと思います。で、まあ、ちょっと野球のルールの説明をすると、まあ、塁審の方とか審判の方いると思うんですけど、まあ、打球打って、塁審の方に当たっても、それは、インプレーというか、まあ、関係ないんで、そのままプレーは続行されるんで、まあ、簡単に言ったら、審判の人は、ま、人間でね、ジャッジをしてくれる人ですけども、まあ、医師とかと同じような扱いですね。医師にボールが当たっても、そのままプレー続けるじゃないですか。だから、審判の方に当たっても、人には当たってるんだけども、その後もね、何もプレーは続行されるんで、まあ、そういったところはね、皆さんも覚えておいて、いただけたらなと思います。はい。で、これ、ノーアウト1塁で、オスナ選手にホームラン打たれたんですけど、ちょっとこれね、配球チャート見ていきたいと思います。まあ、ちょっと打たれたからっていうのもあるんですけども、ちょっとね、まあ、結果論的なところになってしまうところあるんですけど、非常にちょっと甘いボールではあったんですね。まあ、ストレートでストライク取って、うん。これも、まあ、オスナ選手あんま打ち気がなかったというか、普通にもう打つ感じがなくて見逃したんですね。で、次、カーブをボール。うん。で、ちょっと抜けたような形でカーブがボールになって、で、3球目、チェンジアップ行ったんですね。で、チェンジアップが、まあ、真ん中、やや内寄りかな、ぐらいのところに行って、まあ、ちょっと泳いだ感じはあったんですけど、泳いだら、バットって走るんですよ。泳ぐじゃないですか。で、左足でパーンってこう、ブレーキ踏んだら、こう、バットがポーンって出てくるっていう、この、まあ、簡単に言ったら、車の中でブレーキ、急ブレーキ、ポーンって踏んだら、乗車してる人とか乗ってる人ってこうパーンってこう頭がこう動くじゃないですか。前にこう動くでしょ。それと一緒で、ブレーキを、左足がブレーキでポーンって踏んだら、バットがパチンって前に走るみたいな感じで、結構意外と泳いだ時って、打球が飛んだりするんですけど、まあそういった形で、まあちょっとうまく打たれたところはありましたが、まあこのワンワンというカウントで、
まあちょっとこの球はちょっと甘すぎたなっていう、ストライクからボールになるようなボールでも、いいカウントではあったんですけど、うん、そこで、その真ん中に行ってしまったっていうところは、ちょっとね、まあ今日ね、グリフ悪くなかったんですけど、もう強いて言うなら、まあここの球が一番甘かったなっていうふうに思いました。まあ結果論的なところはあるんですけどね、まあ正直ね。うん、まあそれは、まあ難しいね。はい。で、守備でも結構いいプレーありました。はい、5回表なんですけど、ワンアウトから、まあ、長岡選手ね、めちゃくちゃいい選手ですけども、まあ、レフトフライあったんですけど、モンテスがね、レフト守ってて今日。で、まあ、非常にこう、内野手から外野手行ってすごく難しいと思うんですけど、まあ、左バッターの打球って、切れながらこう、行くんですよ。切れるっていうのは、まあ、だから、レフト線のね、線があるでしょ。ラインに向かってこう、切れていくようなね、形で打球って飛ぶんですけど、それをね、走りながらこう、斜め横にね、斜め前ぐらいにジャンなんていうんだろう、ダイブして、取ったっていうのがあるんで、これは非常にね、うまいプレーだったなと思いました。よくやったなと思います。はい。で、ジャイアンツね、連打がなかったっていうお話しましたけども、まあ、実際チャンスもあったんですね。これね、5回裏、ノーアウトで、先頭のね、吉川選手がライト前ヒットしますと。で、ここノーアウト中で岸田選手だったんですよ。で、この時点で、まあ、2対0っていうところで、まあ、ジャイアンツ負けてますと。で、まあ、送りバントとかという、まあ、その選択肢ももしかしたらあったのかもしれないけども、やっぱりまあ、2点差あるんで、やはり打って繋いで、まあ、ランナーを貯めていきたいっていうところはあったと思うんですね。で、そこで、まあ、岸田選手が結果的に 1-6-3 のこれダブルプレーだったんですよ。うん。初球カットボール、ボールで、2球目がストレートのインサイド、ちょっとシュート気味のボールだったと思うんですけど、それで詰まりな、どん詰まりして、まあ、ピッチャーボールゲッツーというところで、まあこれまあ結局、ナイスボールっちゃナイスボールなんだけど、まあその、今日の試合を全体振り返った時に、まあ、何回かチャンスあったうちのこれは間違いなく一つだったと思うし、ここでもし繋げて、いればですね、門脇選手でもしかしたらバントとかもあったかもしれないし、まあ、いろいろ攻撃もね、いろいろできたと思うんですけど、まあ、ここをね、繋げなかったっていうのは、正直ね、痛かったなと思います。まあ、そこは難しいんだけどね、うん。いいピッチングだったんで、相手の吉村投手ね。はい。で、7回裏ですね、次、ここもチャンスありました、ジャイアンツね。はい、ワンアウトからですね、大城さんがこれ、レフト前ヒット打ちまして、ワンアウト一塁で、吉川選手がファーストゴロ。で、ツーアウト一塁でピンチヒッターの秋広選手、まあ、粘りながらね、まあ、ショートへの内野安打打ちまして。で、ツーアウト1、2塁で、まあ、これピンチヒッターで連続で、坂本選手出てくるんですけど、ここね、完璧に狙ってたと思うんですよ。外のカットボールとかスライダー系狙ってたと思うんですね。で、それで、まあ、狙ってたボールが来たと思うんですよ。だけども、まあ、打ち損じてしまって、まあ、ショートゴロっていうところで、まあ、狙いはすごく良かったです。ね、狙いはすごく良かったけども、まあ、打ち損じてしまったっていうところがあるんで、まあ、そこはまあ、仕方ないところはあるんで、それ以上は攻めないですけども、まあ、試合を振り返ったところで言ったら、岸田選手と、まあ、この坂本選手の場面っていうのは結構、まあ、大きかったんちゃうかなと思いました。はい。で、8回表ですね。8回表、まあ、先ほど言ったように、まあ、ダメ押しの点を取られるという回なんですけど、まあ、ここ、船畑の投手が出てて、で、これも2アウトからなんですね。サンタナ選手に、まあ、サードへの内野安打打たれて、で、ピンチランナー並木選手出てきて、で、初球にスチール決められて、はい。で、結局、オスナ選手もフォアボールなって、まあ、1塁が空いてるんでね、まあまあ、全然っていうところはあったんですよ。で、2アウト1、2塁で、まあ、中村選手、これレフト前ヒットのタイムリーなんですけど、まあ、これもスライダー、初球のスライダーの見送り方がもう完璧合ってないというかね、全然スライダー打てないなっていう感じの見逃し方したんですよ。で、ストレート1球外して、で、ストレートも意識させながら、で、3球目スライダー行ったんですけど、まあ、確実にこれ、中村選手ね、キャッチャーなんで、自分の見送り方とかで、相手がどういう風に感じてるかっていうのは確実に分かってるんで、完璧にこれ3球目スライダー狙ってるんですね。で、ボテゴロだったんですけども、まあ、抜けて、先ほど言ったように前進守備で外野は前進してたんですけど、まあ、ボテゴロがゆえにね、まあ、ホームに帰ってこれたっていうのがあるんで、まあ、そういったところでも、まあ、ヤクルトは今日ラッキーやったんちゃうかなと思いました。はい。で、最後8回裏もですね、まあ、ピンチヒッターのオコエ選手が先頭ね、めちゃくちゃいい感じのツーベース打つんですよ。で、ここですよね、ノーアウト2塁で丸さんがね、今日非常に調子いいっていうところだったんですけども、まあ、レフトフライ。まあ、これも、1打席目、2打席目ヒット打てて、で、3打席目に、クイック投法で見逃し三振してるんですね。うん。で、そういった形もあって、丸選手が、まあ、その、詰まらされて、レフトフライ打ち取られるんですね。で、ワンアウト二塁で、まあ、浅野選手のこれもショートフライ。
はい、先ほども言ったように、この岸田選手に、岸田選手がこう、ピッチャーゴロゲッツー打った場面あったと思うんですけど、まあ、それと同じようなボールが来て、ショートフライに打ち取られて、で、最後、ツーアウト二塁で、モンテスも空振り三振というところで、まあ、ノーアウト二塁というチャンスで、まあ、ランナーも進められずに、まあ、無得点やったっていうところで、まあ、ここで、まあ、おそらく負けやろうなっていうふうには正直思ったんですよね、僕ね。はい。で、今日、まあ、吉村投手に完封負けされましたけども、じゃあ、果たしてどうやって、まあ、打っていくべきだったのかっていうところなんですけど、まあ、実際に多彩な変化球がありますと、で、今日もカーブが結構アクセントになってて、バッターが、100% で例えばまっすぐ行きたいなっていう時に、まあ、カーブであったりとかで、あの、カウントを取れてたんで、まあ、そういったところは中村選手のね、うまさではあると思うんですけど、まあ、球種で張るっていうよりかは、やっぱりコースで張っていくべきなんちゃうかなと思ってて、やはり球種の多いピッチャーって、球種が多いがゆえにね、なかなかこう、例えばスライダー狙ってても、スライダーが来なかったりとかするんで、っていうよりかは、コントロールがある程度良くて、まあ、球種が多いっていうピッチャーは、どっちかというとコースとかっていうところで待っていく。例えば、アウトコースを待つとか、インコースを待つっていう形で待ってた方が、狙いやすいのかなというふうに思うし、まあ、今日の吉村投手だったらね、非常に、まあ、コースで待ってた方が多分対応しやすかったと思うんで、まあ、いろんな球種が来るんでね、カーブとか張ってても一生来なかったりとか、するんで、コースで待っておいた方が、対応しやすかったなとも思いますし、まあ、その、連打があまり出なかったっていうのもあるんですけども、やはり機動力っていうところもなかなか使えなかったというかね、なかなか動けなかったっていうところもあるんで、まあ、結構スイスイ投げさせてしまったなっていうところがありましたし、まあ、僕は、非常に中村選手の配球というところはね、カーブというところが非常にうまく使えてたんで、バッターも非常に苦労したんじゃないかなというふうに思いました。はい、そんな感じでですね、まあ、その2連敗をしてしまいましたと、まあ、負け越し決定ですけども、まあ、まあ、いちいち悲観してても仕方ないっちゃ仕方ないんで、うん、まあ、そこ切り替えて、明日出て勝ってもらいたい。明日統合だったと思うんで、統合で、まあ、しっかり、勝ってもらいたいと思うんですけど、まあ、ここからね、非常に、まあ、あと20数試合ですか、26試合、27試合ぐらいだと思うんですけど、本当にね、中継ぎ陣が一番、まあ、結構しんどいとは思いますけども、そこをね、みんなでなんとかね、乗り越えて、まあ、リーグ優勝を目指して頑張ってもらいたいなというふうに思っております。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。